ピクミンブルームが配信されて早くも2ヶ月が経過しました。今回はこの2ヶ月間で出会うことのできたデコピクミンたちをご紹介していきましょう。ようこそゲーム生物図鑑ガイドのペイです。明けましたおめでとうございます。大変お久しぶりの動画になって申し訳ありません。ここからまたコンスタントに投稿していきますので、何卒よろしくお願いいたします。さて皆さん、ピクミンブルームライフ楽しんでいますか？僕もできる限り歩くようになって気持ち健康になった気がします。ピクミンブルームには魅力の一つであるデコピクミンという要素があります。ピクミンブルームでは街中でピクミンの苗を拾い育てていくんですが、仲良し度という数値をマックスに上げるとピクミンたちがデコピクミンに進化します。その姿は様々で、ピクミンと出会った場所によってどのデコピクミンになるかが決まります。例えばカフェで出会えばこのようなカップに入ったピクミンに、コンビニで出会えばボトルキャップのピクミンに変身します。それでは早速僕が2ヶ月で出会えたデコピクミンたちをご紹介していきましょう。まずはレストランというカテゴリーをご紹介します。飲食店を中心に出会うことができるピクミンですね。飲食店は多いので皆さんもコンプリートされている方が多いのではないでしょうか。と言いつつ僕はまだ岩が出ていないんですけどね。見た目としてはフライドチキンの持ち手のような紙細工を頭にかぶっているのが特徴です。その中でもキーピクミンとハネピクミンはリボンをつけていて可愛いですよね。白と紫も特別でそれぞれ銀と金に加工されています。決して持ち手をつまんでピクミンたちを食べないように気をつけてくださいね。次はカフェというカテゴリーです。文字通りカフェで出会えるデコピクミンですね。僕が唯一コンプリートしているカテゴリーです。もっと頑張って歩きますね。カフェピクミンには実は面白い特徴がありまして、ピクミンをお好きな方は気づいていると思いますが、カップのデザインが様々な原生生物のモチーフになっているんですよね。詳しくは単独の動画を作ろうと思いますので、そちらをお待ちいただきたいんですが、ぜひ皆さんもカップのデザインに注目してみてくださいね。デザートのカテゴリーはまさかのマカロンデザインです。個人的にマカロン超好きなんで嬉しいです。僕が出会っているのは4種類。基本的にピクミンの顔がマカロンに挟まれているデザインなんですが、赤ピクミンはちょっと豪華で、マカロンの上にさらにホイップとフルーツが乗っていますね。赤ピクミンを見てから羽ピクミンを見るとちょっと寂しい感じしますよね。羽は小さいから仕方ないってことなのかな。続きましてご紹介するのは個人的に大好きな映画館のデコピクミンです。最初このデザインを見た時は笑ってしまいましたね。最初に出会ったのが赤ピクミンだったんですが、完全にパリピです。ポップコーンのアフロが可愛いし、昔コロコロコミックのおまけにあったような 3D メガネも可愛いです。しかし 3D メガネがないピクミンたちもいて、青ピクミンなんかそうなんですが、ちょっと哀愁漂っているというか、アフロの頭頂部が寂しくなっているというか、もうちょっとなんとかしてあげてほしいですよね。紫ピクミンなんかはリーゼント風でいかつくてかっこいいです。続きましては薬局デコピクミン。これも一押しのデコピクミンですね。僕が現段階で出会っているのが黄、青、紫、羽の4種なんですが、その中でもベーシックと思われる黄と青ピクミンは頭に歯磨き粉をつけて歯ブラシを背負っています。この歯磨き粉なんですが髪型のようになっていて、青ピクミンなんか訳ありのイケメン感出てますよね。ちなみにガタイの大きい紫ピクミンはうんち渦巻きを乗せて歯磨き粉本体を背負っています。力持ちのなせる技ですね。逆に小さな羽ピクミンは歯間ブラシを持っています。この辺のこだわりも見ていて飽きない魅力ですよね。はい、6番目のカテゴリーは動物園なんですが、すみません、まだ出会えていません。なんか全然出ないんですよね。おそらくライオンのような縦紙のデコレーションなんですけど、今日から毎日動物園行こうかな。続きましては森というカテゴリーです。このカテゴリーは珍しくて2種類存在しているんです。まずはクワガタの頭。
まあ一見可愛らしいんですが、ピクミンの性質上恐ろしいことを考えてしまいますよね。きっと地球の原生生物として出会ったクワガタを倒して無邪気に頭をもぎ取ってかぶっているんじゃないかってね。まあそんな無邪気な残酷さもピクミンの魅力の一つですから、あまり深く考えないでおきましょうね。これおそらくかぶっているクワガタも種類があって、詳しい方はぜひコメント欄で教えてくださいね。同じく森カテゴリーの2種類目はドングリです。こちらは先ほどのクワガタとは違い、シンプルに可愛いです。岩ピクミンは画体的にドングリの中に入りきらなかったのか、傘の部分だけ帽子のように被っているのがなんとも可愛い。続きましては水辺です。これもなかなか出なかったんですが、なんとか紫ピクミンだけ出てきてくれました。でもこの子、渋谷のど真ん中で出会ったんですよ。川とかないのに。と思っていたんですが、どうやら埋め立てられたりで、なくなってしまった水辺も反応しているらしく、陸地で水辺に出会うってことがたまーにあるみたいなんですよ。この特殊な方法でなんとか1匹だけ確保できてよかったです。デザインとしては背中にルアーを背負っているだけなのでシンプルですね。はい、ここからは本当にごめんなさい。郵便局、美術館、空港なんですが、まだ1匹も出てないです。空港はそもそも行けてないんですが、郵便局と美術館は本当に出ません。以前東京の上野にいた時、ここならまだ出ていない郵便局、動物園、美術館全部出るんじゃないのと思ったんですが、何も出ませんでした。ツイッターにリスナーさんが出会ったピクミンのスクショを送ってくれるので、見たことはあるんですが、まあ頑張って歩きます。続きましては液カテゴリーです。これもなかなか出なかったんですけど、なんとか3種類出会いました。ピクミンたちが電車に乗っているようなデコピクミンなんですが、この電車がなんとヨッシークラフトワールドのような手作り電車なんですよ。これがもう可愛すぎて可愛すぎて辛いです。もう横スクロールアクションのヘイピクミンの続編として、ピクミンクラフトワールド作ってくれ任天堂って感じです。これも何々線とか、もしかしたら電車に詳しい人はわかるのかもしれませんね。うちには3匹いますが、これ何線なんでしょうか。次のカテゴリーは砂浜。ないです。砂浜なんか僕の活動範囲にないです。白浜行ってこようかな。次はコンビニ。コンビニも近くにいっぱいあるはずなんですけどね、なぜだか出ない。というわけでまだ赤ピクミンとしか出会っていません。コンビニピクミンはボトルキャップをかぶっているので、どちらかというと人間が多く生息する地域の野良ピクミンって印象があります。プラスチックゴミを家にしているヤドカリのような感じですかね。可愛いんですけど、増やしていいのか難しいデコピクミンでした。次はスーパーというカテゴリーなんですが、こちらも2種類存在しています。しかもその中の一つが初代ピクミンをプレイした方にトラウマを植え付けたキノコピクミンなんです。初代ピクミンにはボケナメコという原生生物が登場します。このボケナメコ、胞子をかけて可愛いピクミンたちを悪魔のようなキノコピクミンに変えてしまうんです。キノコにジャックされたピクミンたちはまさかの主人公であるオリマーに総攻撃を仕掛けてきます。それに対抗するためにオリマーも正常なピクミンを投げつけると、ピクミン対ピクミンという地獄絵図を見ることになってしまうんです。この記憶からキノコ×ピクミンは我々にはトラウマなんですが、まさかの公式がキノコデコピクミンを採用してしまいました。あくまでデコレーションなのでピクミンに攻撃されるわけではありませんが、なんとなく不気味なデコピクミンとなってしまいましたね。スーパーカテゴリーにはもう一種存在しています。それがこのバナナデコピクミンです。運がいいことに羽だけこの動画を作る直前に出てくれました。しかし数多あるスーパーの商品でなぜキノコとバナナなんでしょうね。世界的に見てもどの国のスーパーにもあるのがこの2種類だったのでしょうか。次もなかなかの問題作、ベーカリーというカテゴリーです。文字通りパン屋さんで出会えるピクミンなんですが、これなかなかやばいですよね。パンの切れ端にピクミンがぶっ刺さっています。
僕の出会っているのは赤と黄色だけなんですが、黄色とか手を拘束されてしまってますからね。これでいいのか、ピクミンたちよ。ちなみに岩ピクミンは影だけ見てもヤバさがわかりますよね。もうこれはほとんどパンでしょ。岩パンピクミンを持っている方はぜひ僕のツイッターに送ってくださいね。次は美容院のデコピクミン行ってみましょう。見た目の基本的にはハサミと串を背負っていて、僕が最初に出会ったデコピクミンでもあります。体の小さな白ピクミンはハサミのみ、羽ピクミンは串のみを持っているのが可愛いですね。美容院ってかなり多いんで、コンプリートされてる方も多そうですよね。僕もあと2種類なんで頑張ります。続きましてはファッションカテゴリー。ファッションピクミンも超個性的ですよ。あまたあるファッションアイテムから選ばれたのはシュシュや髪留めです。サイズ感的にちょうど良かったってことでしょうけど、初めて出会ったファッションデコピクミンが青ピクミンだったんで、一瞬海賊でも出てきたのかとびっくりしました。なんか海賊に見えません？僕だけですかね。キリピクミンもなんだか風呂上がりのおばちゃんに見えます。シュシュとか髪留めのデザインとか使うことがないんで、なんか新鮮で面白かったです。続きましては公園カテゴリー。公園も出やすい方多そうですよね。このカテゴリーも個性的で面白くて、僕が出会った黄と白ピクミンにはクローバーが絡まり、よーく見るとテントウムシが止まっています。本当のサイズ感で言うと、もう少しテントウムシの方が大きそうですが、ささやかなこだわりが嬉しいですね。あと青ピクミンが面白くて、おそらく白爪草が絡まっているんですが、目から白爪草が生えているんで、なんか一瞬中二的な設定持ちのピクミンかと思いましたね。右目に何かの力が眠っていて、それを抑えるために花が咲いているとか、何か大きな力を使った代償で右目に花が咲いたとか、妄想がはかどる面白いデコレーションでした。次はみんな大好きスペシャルカテゴリーです。スペシャルは文字通り特別なデコピクミンで、現在出会えるのは任天堂本社からの贈り物、マリオ帽子のキーホルダーをかぶったマリオデコピクミンです。これぞ待ってましたというような究極のコラボレーション。これが可能ということは、昔落書きで書いたリンクピクミンとかもいずれ登場してくれると嬉しいですね。オリマーピクミンとかもいいですしね。僕はキャプテンファルコンピクミンを待っていますよ、任天堂さん。続きましては道端というカテゴリー。これは何でもない場所でピクミンの苗を拾うと出会えます。拾った場所に由来する頭文字がついたシールが付けられるピクミンです。正直な感想を言うと、ちょっと手抜きを感じていたんですが、これが冬になって化けたようですね。可愛くデザインされたシールがついたピクミンが追加されたんだとか。僕はまだ出会っていないので楽しみです。カテゴリーとしては以上だったんですが、最近1種類追加されたデコピクミンがいます。まさかのバーガーショップというカテゴリーです。ハンバーガーはワイルドワイドに普及しているということですね。このデコピクミンは実装されてすぐ苗を手に入れることができたんですが、まさかの白ピクミンはポテト1本でした。どこがバーガーだにしても、ポテト1本ってきっと紫とか肉厚なハンバーガーなんだろうな。さて、いかがでしたでしょうか。さまざまな姿を見せてくれるデコピクミンたち、この子たちに出会うのが楽しみで、ピクミンブルームをやっているようなもんなので、早く全種集めれるように頑張りたいと思います。皆さんのお気に入りのデコピクミンをぜひコメント欄で教えてくださいね。このチャンネルではピクミンたちについてや、原生生物の面白おかしい生態紹介や考察などたくさん行っておりますので、気に入ってくださった方はぜひ他の動画もご覧いただけますと嬉しいです。またチャンネル登録していただけると嬉しくてぶっ飛びます。それではまた次回お会いできる日を夢見て。またね。